福井県出身の堀井里奈です。今から一瞬で似顔絵を描きます。一瞬で描く。じゃあこの方描いてもらっていいですか。はい。似顔絵って名前もあったね。いきます。この方は口がちょっとムーってなってるんですよね。そんでちょっと笑わないでください。でちょっとオラオラ系なんですよ。何系？ケースをつけてますね。まあ、小物があるとすごい描きやすいのでありがたいです。できました。あ、もうできたんだ。はい。どんな早見しろ。これです。どこが？じゃあ次この方描いてもらって。はい、わかりました。この方は描きやすいんじゃないの？すぐ描けると思います。結構目はクリッとされてるんですね。そう、可愛らしいお顔だと思います。できました。で、じゃあこの方描いてもらっていいですか。ちょっとこの方もしっかり描かせていただきます。いつも出てくるんだね。この方はですね、そう、目がちょっと怖そうに見えて、実は優しい感じの目をしてらっしゃる方ですね。で、毛がちょっと、毛の感じはなんか柔らかい感じでひげ生えてらっしゃいますね。眼鏡描いてるので、ちゃんと描きましたので、ポイントは大丈夫だと思います。いや、見られたかもね。お前、人はバカになるな。めちゃくちゃじゃないですか。いいよね。こういうのって流行ってんですよ、今。そういう社会になってきてるよね。今もうでもクールジャパン、みんな行くんだよね、あれ。うん、クールジャパンだとそうなるのかよ。なんか日本の文化として昔はやっぱオタク、クールジャパンか、これは。どこかよ、おい。